皆さんこんにちは。2024年9月1日から東京で面白そうなイベントがスタートしました。東京アンテナショップ巡りというものなのですが、これを盛り上げるためにスタンプラリーもスタートしました。こんな感じで60カ所のアンテナショップが企画に参加しています。何回かに分けてなるべく多くのショップを紹介していこうと思いますが、今回は三越前駅周辺の4店舗をご紹介します。こちらは日本橋福島間ミデッテです。ミデッテというのは福島の方言で、見てね、来てみてねという意味だそうです。この辺りは祭事コーナーです。梨や冷やしラーメンですね。こちらはお菓子コーナーです。薄皮まんじゅうですね。美味しいですよね。私の大好物のくるみゆべしがあります。ジャンガラってクッキーサンドでしょうか。アスパラ美味しそうですね。肉製品もあります。これはご飯です。ご飯のお供のお漬物ですね。煮物の缶詰って珍しいですよね。お味噌と味噌漬けです。とても大きな店舗で食べ物以外のものもたくさんあります。復興に向けた福島の人たちの頑張りを感じるショップです。福島県産のお米です。復興のためには私たちが福島県産のお米をもっと食べなければなりませんね。お米の特徴の違いのチャートもあります。ボケない卵、いいですね。こちらは黒ニンニク。冷蔵庫には海産物もあります。ラーメンコーナーです。うどんやお蕎麦も種類が豊富ですね。これは農林水産大臣賞の金高砂醤油だそうです。辛くてしょうがねえ、うまくてしょうがねえ、生姜の佃煮って美味しいですよね。このよく見かける食べるラー油って福島県産だったんですね。この黄色いのは福島のゆるキャラキビタンです。キビタンは福島のキャラクター総選挙で優勝したそうです。起き上がりこぼし、可愛いですね。お米のデザインなんでしょうか。これは赤べこってやつですね。高校の修学旅行で福島に行った時に買った記憶があります。白川だるまは丸みがあって穏やかな顔立ちをしているそうです。これはろうそくですね。ナルゴのこけしに似てるけど、これは土湯のこけしです。だるまみくじなんてものもあります。三春ごまってこれのことだったんですね。国語の教科書に三春ごまよ永遠にというのがあったのを思い出しました。窯元もたくさんあるんですね。良い土が産出されるんでしょうか。福島はおみくじが好きですね。赤べこみくじもありました。
洋梨やリンゴのジュースも美味しそうです。これは絶対美味しいやつですね。ジャムも種類が豊富ですね。桃、洋梨、イチジク、ラズベリーなどどれも心惹かれます。お酒の種類は半端ないですね。福島館は本当に大規模で良いものがたくさんあります。奥の方には飲食ブースもありました。豚丼などが食べられるようです。はい、こちらは日本橋室町洲本館です。洲本というのは淡路島の町です。いきなり玉ねぎがお出迎えです。生産者の名前がついた完熟玉ねぎです。玉ねぎにも完熟って概念があるんですね。淡路島といったらやっぱり玉ねぎなんですね。玉ねぎ5倍カレー、確かに美味しそうです。ジャム類も種類が豊富です。淡路島コーヒーっていうのもあるんですね。洲本市民広場にはドラクエモニュメントがあるということで、ドラクエグッズがたくさんあります。この辺りは石鹸です。なんとブラタモリで淡路島の地層や良質な土が紹介されたようですね。それを使って作ったコースターです。クレイパックやソープにも土が入ってるんですね。日本酒もたくさんあります。そしてここにも玉ねぎが。こちらは淡路島の牛乳を使ったプリンやヨーグルトです。しらすせんべい、たこせんべい、こういうのは間違いなく美味しいやつですね。出ました、玉ねぎスープ。玉ねぎスープといっても種類がいろいろあって選ぶのが大変です。私はこのオレンジ色のフルーツ玉ねぎスープを買いました。お世辞抜きで控えめに言ってもすごく美味しいです。かまぼこやさつま揚げですね。玉ねぎせんべい、何にでもとにかく玉ねぎを入れちゃう感じですね。玉ねぎカレーあられってビールのつまみに良さそうですね。玉ねぎドレッシングは美味しいですよね。でもこれすごい種類がたくさんあって選ぶのがまだ大変です。淡路島ソース、なんかわからないけど美味しそうです。簡単なイートインカフェも併設されています。はい、こちらは三重テラスです。落ち着いた美しい店内ですね。伊賀焼きや四日市萬古焼きなど焼き物も盛んなんですね。伊勢神宮があるからか神棚セットが並んでいます。アンテナショップにこういうものがあるって珍しいですね。これらはみんな神棚のお道具のようです。神棚52,000円、こっちはなんと187,000円。こちらのショップは入った瞬間から木目調で格調高い感じでしたが、実際に置いてあるものも高級な感じです。ちょっとおしゃれで良いものが好きな人にはおすすめです。化粧品もあります。伊勢島は真珠の養殖が盛んだから真珠製品もあります。
アンテナショップのレベルを超えてますね。ちょっとしたお土産にできそうなお手頃なものもあります。伊勢擬革紙。擬革紙というのは革に似せて作った紙のことだそうです。素敵ですね。ヒノキのコースターも素敵です。精巧な伊勢根付けです。このあたりは新商品のコーナーです。松阪牛いいですね。お伊勢参りをする人は道中で手早く食べられて腹持ちも良いということで、お餅を食べる人が多かったようです。腹持ちの良さそうなものが並んでいます。レトルトカレーも松阪牛です。お漬物、さつま揚げ、そしてソーセージ、長餅、これは果実酢です。ジュースも綺麗な色ですね。お酒コーナーも充実しています。立派なレストランも併設されています。2階はコミュニティスペースになっています。三重県の旅行案内パンフレットもたくさんあります。三重テラスはかなりポイントの高い素敵なアンテナショップだと思います。はい、こちらは日本橋富山館です。入ってすぐ右手のイベントスペースでは苔を展示していました。富山のお祭り装束でしょうか。工芸品も美しくディスプレイされています。これはササラというそうです。朝の山グッズ、鈴芋のが有名なようです。富山は氷見うどんが有名ですね。こちらは手延べ麺なんですが、モンブランかと思うほど美しいです。ホタルイカの浜干し、これもホタルイカです。富山では黒いトロロコブが愛されているようです。こちらは白いトロロコブですね。これらはおりんですが、見た目も美しいですね。とても澄み切った美しい音がして、極楽浄土の仏様にまで聞こえるそうです。高価な螺鈿細工です。氷見魚の昆布締め、氷見寒ぶりは有名なようです。かまぼこ類です。水団子、きな粉で食べるんですね。お酒コーナーも充実しています。このあたりは面白いんです。子供の頃行った銭湯に必ずあったケロリンの湯桶、ストラップにまでなってて笑えます。ボディータオルもケロリン、お酒を飲めるスペースも併設されています。雰囲気もいいし、お酒も美味しそうです。というわけで、今回は三越前駅周辺の4店舗をご紹介しました。また次回も引き続きアンテナショップを紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。さようなら。